回の任務は物資輸送経路の安全確保です。私はこっちの蔦から降りますね。私、蔦登りや岩場登りは結構得意なんです。ご存知ですか？おば様はロッククライミングの達人なんですよ。最初に大峡谷越えを成功させたのもおば様なんだとか。こちらに痕跡が。初めて見る形状です。この先に続いていますね。こんなところに温泉があります。気持ちよさそう。入ったら二度と出られなくなるかも。道が塞がっていますね。痕跡の主の仕業でしょうか。ずいぶん荒らされていますね。すごい力。あ、
Thank you.
あっちを。はい。あ、よく来たな。先輩。よ、相も変わらぬいい働きだったな。怪我はなかったか。よくやってくれた。これで本格的に調査を行える。はい。しかし驚いたよ。こんなに寒い場所があったなんて。この地に何が待ち受けているかはわからない。だが、今回も我々ならなせるはずだ。さて、私はアステラに戻る。そうなんだ。向こうを開けるわけにはいかないからな。今回の調査だが、お前指揮を取る気はないか。俺が、やめとくよ。向いてない。じいちゃんがいるんだからこのままで問題ないだろう。それに総司令なんてやれと言われてやるもんじゃないしな。まあいい。だがここを守る者がいないと話にならん。お前は残って皆をまとめろ。了解。よろしく頼む。よし、始めよう。こっちも大所帯になったし、レイゲーナの調査も本格始動だ。その前に顔合わせをしようか。調査班にはまだ紹介してなかったからな。まず物資補給所の担当はしっかり者の彼だ。よろしく。マカレンキーはこちらのばあちゃん先生に任せて。彼が交易船の管理と、そして植生研究所とのやり取りを担当してくれることになった。頑張りますよ。そしてこちらが料理長。なんとアステラの料理長のお師匠様だ。一度国に帰られていたけど、今回のために戻ってくださったんだ。まあまあ。調査資源管理所は引き続き私に任せてね。もちろん加工屋も武具屋もあるぞ。そしてなんと所長先生もこちらに。知りたいことのためならどこまでも行くんや。そして俺がみんなを守る役目を言いつかった。精一杯やるよ。よろしくな。さて、俺たちの目標ははっきりしている。レイゲーナの大軍が海を渡った原因を調査することだ。そのためには何よりもレイゲーナを探し出さないとな。第一歩として調査班は渡りの射手地の探索を行ってくれ。探索しつつレイゲーナの痕跡を追えば手がかりが出てくるかもしれない。ただしここが見知らぬ土地だってことを忘れんなよ。無茶したら俺が怒るからな。はい、渡りの射手地へ探索に出てみます。私も射手地の調査に出るわ。いろいろと気になることもあるし。わかりました。いつも通り定期的に安全を知らせてください。よし、こんなところだな。それじゃあみんな無事戻ってこよう。渡りの射手地に行きましょう。レイゲーナの行方がわかるかもしれません。